これは、ニートの社会復帰を目指す会社に勤めているイッチのお話です。ニート憩いの場、2チャンネル、果たして、スレないのニートをイッチは構成させることができるのか。ちな年収1000万ほど、従業員はワイともう2人だけ。やいざやろ。違うぜ。失敗したら返金保証もある、依頼料は50万。にわかに信じられない話だ、依頼料の高さから。返金保証があるといえど、やざざを疑われてしまうのは仕方ないだろう。丸人出てそう。法の範囲内でしてるし、見回りなどのアフターフォローもしてる。断じて違法ではないというイッチ。しかし、この後の言葉にすれないは騒然とする。やり方を説明すると、とりあえずニートを部屋から追い出す。え、追い出す。拉致するの問題になってるやん。とりあえずまず親との縁を法律的に切って勘当してもらう。じゃないといろいろと面倒やから。法的に親子の縁を切るってどうするんや。20を超えた人間に扶養義務はないから勘当手続きをしてもらってる。これで無理やり家に入ろうとしても不法侵入。親子の縁を切ったり勘当できる法律は日本にないからどうするんやって話や。勘当の手続きとかねえぞ。半グレやろう。勘当手続きって何？勘当の手続きって何？交渉手続きでもすんの？そんな感じや。結託したスレ民から怒涛の質問攻めである。質問あるスレの本当の姿がこれなのだろう。何がそんな感じや。交渉人がそんなのやるわけねえだろボケナス。あっこれ嘘マスだ。詳しく。とりあえず依頼主にはまず子供と勘当してもらう。こうすることで子供はもう家には近づけないから。ニートは実質に籠城することが多い。そのため、まずはニートの住居を奪い、当てをなくすことをするのだとか。餓死させてそう。そんなヤバい商売はしてないし、更生した人から感謝の言葉をもらえることもしばしば。除染作業員を斡旋してるだけやろ。まずは日雇い、アルバイトってどんどんステップアップさせていってる。面接なしで受かる会社とかいろいろ把握してるから。一体どこへ斡旋しているのだろうか。だが、ニート構成施設の存在を信用しているスレ民もちらほら。顧客の年齢層ってどのくらいが一番多いんや？ 40 代くらい。40代はあまりいない。50からやな。60、70代がメイン層かもしれん。自分の老後もあるしってのが多いな。ぶっちゃけこういう施設入るとニートや引きこもりも変わるよな。あいつらなんだかんだ本気で見てくれる指導者に飢えてるから。まだ零細やから施設というよりゲストハウスの相部屋で暮らさせてる。コミュ力がない奴が多いからまず、社交性を身につけさせる。ワイも話し相手として泊まることもあるし。急に赤の他人と詰め込まれた相部屋、ニートには地獄の空間だろう。F ラン中退で1年ニートしてるワイが立ち直る方法教えてくれ。ニートは大体コミュ障やから日雇いやらアルバイトしても次に繋がらないことが多い。だから何よりも社会性やコミュ力をつけるためにシェアハウスとかで暮らせ。ニートが集まるシェアハウスとかあるんけ。ねえねえ、シェアハウス、ニートピア。ワイが経営してる会社が持ってる。まあただの一軒家を開けて二段ベッドを置いただけやが。ここでしばらく暮らしながらコミュ力を養ってもらってる。まず何にしても社会で生きていくにはコミュ力を育てなければならない。イッチの言っていることは正しくはあるが、果たして、ニートを働かせるとしてどこにで働くん？まずは日雇い活かすことが多いかな。どこでも面接なんてないし、コミュ力がある程度あるやつなら普通のアルバイトさせる。10年引きこもりの薬飲んでるアスペルガーも引き受けてくれるんか？持病がある人間はまた別やから要相談やな。半グレのヤンザみたいなビジネスはしたくないんで。したくないということは、やればできるってことなんじゃ。ニート、働くの嫌や。感動も嫌や。ワイはてこでも動かんで。こういう場合どうするの？家賃は取ってないけど、食うものは白米とふりかけ、パンだけしか施設に用意してないから大体のやつは空腹が嫌になり働くで。食いやん。飢餓に直面させ強制労働を強いるのは、人としてどうなのだろう。まあ働かなければ食に困るというのは、その人の人生で経験していくものだが。相続はどうするねん。相続の問題は対応外。そこら辺は弁護士やらに相談してもらってる。そもそも依頼主は自分の子供に愛想尽かしてるから、相続の話題とか備えでんな。自丸とかされたらどうすんの？大体のやつは更生して親へ感謝するようになる。仕事で一番大変なんが、ワイがニートたち相手に会話してやることやな。イッチの言う、大体のやつに入れなかった少数のニートは、今頃どうなってしまったのか、彼らを見た人はもういないのかもしれない。嘘まつまるだしやんけ。ワイも泊まり込みでニートたちと会話することあるよ。クリスマスにはクリスマス会開いたり、お正月にはビンゴ大会したり。
人生の楽しさをニートに教えるのが更生するために大事やと思ってるから。はい、あんた。全くそんなビジネスではない。泊まるための施設は用意してるけど、出て行きたければ出て行ってもいいし、ニートが働いてそこからお金を1円たりとも取るような真似はしてない。ニートの給料はニートのものだという一致の収入はニート親の契約金のみだという事実であるならば、とんでもないビジネスを考えたことになる一致。成功確率何パーセント見込んでたの？事業立ち上げの際に返金と報酬の割合考えたやろ？ 99% は考えてたけど、未だそこまでは至ってないのは、Y の力不足や。一致みたいな発達運材を構成させないとな。これ。結局、真に構成するべきは一致だと結論に至ったスレミン。この一致、一体何者なのだろうか？本当に構成施設の業者なのだろうか？もしこの話が真実だとすると、もうニートに逃げ場はない。もしかすると、あなたも明日、この一致の世話になっているかもしれない。最後までご視聴ありがとうございました。何が何でも私は今の生活を守りますという気概のあるニート諸君は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。